皆さんこんこにちは大です、えー、インナーゲームというね、あのー、考え方があってまあこれコーチングの源流にある考え方の一つなんですけど要はまあ,あの簡単に言うとね人間をこう意識と無意識とにこう分けてみるとでうまくいってない時っていうのはこの意識がいろいろね自分がやってることにダメ出しをしたりとかコントロールしようとしてその無意識がとかね、まあ、この経験として何か持ってるものをこううまく 活用ししててて何かパフォーマンスに変えいいくとととうことを邪魔してると要はまあ別の言い方すれば本当はなんかあんまり意識が邪魔したりコントロールしたりとかあのせずにあのこの無意識的な側面にこう自由にやらせたらパフォーマンス発揮させたら結構結果が出るからだから無意識にはその目標だけ与えておけとこうなったらいいというのを無意識に教えといてあげたらであとは意識余計なことさせずに無意識にやらした方がいいよと、まあ、こういう類の発想なんですよね。 だからあの、もともとテニスの先生が考えた、あのー、話なので,で要はテニスを、えー、やる時にもうあんまり知識を教えるともうあれをしないといけないこれをしないといけないこれをしちゃダメやらしちゃダメになるともう体が動けなくなっちゃうと最後どうなったらいいかだけ教えてあげて体に自由にやらせてあげた方がとっととプレーができるようになるとこういう感じなんですよねで今コーチングを教えまあ昔からそういう考えでコーチングを教えてもいるんだけど今どんどんそれをこう シンプルにというか特化しながらコーチングを教えているのであの皆さんにもシェアをしておきたいと思いますけどね今どんなふうにコーチングを教えているかというとあのまあとにかくあのコーチングのゴールというかね、えー、をいくつかにこう分けて考えてみてるとなんでかというと全体をゴールにしちゃうとすごく苦しくなるからねからコーーチングののの一番最初のゴールっていうのは自分が いいい状態でいることねだからまずは自分がいい状態でいるっていうことをあの大切にするしいい状態じゃなくなったらその頃に戻りましょうと。でいい状態っていうのは何かって言ったらあれやこれや考えたりとかスタックしてないでねあの自分が今ここに入れて周りの状態に見れてであのまあなんとかなるだろうなんとかできるだろうとかポジティブな気持ちにいる状態ですよ。でまずその状態作ることね。で2つ目に相手と信頼関係を作ることです。要は自分がいい状態でもない相手とも信頼関係がない。 こんな状態でででコーチングをやるのは私でも無理ですからだからあの無理なゲームにしないね無理ゲーにしないであのダメだったら何度でも自分がいい状態にいるねでそして相手といい関係であるとかね相手も別に緊張してない警戒してないというのを作るというかねそこの関係構築のところに戻るってことです雑談でもだからいいんです全然難しいことしなくて土台がないのにその上何も立ちませんから。 で3つ目のゴールが何かってうと気持ちよく話してもらうなんです。でその時々ねゴール設定するのね。で気持ちよく話してもらうが必要な時は気持ちよく話してもらうことだけを追求したらいいの。で気持ちよく話してもらってる相手がね話してくれてるイメージ持つでしょ。でただそこに向けて今相手を観察しながらこれがインナーゲームですよ。なんか自分がねあれができてるこれができてると思わずに相手が気持ちよく話してるかどうかだけをこう観察しながらね。 で気持ちよよく話してもらうように関わるることだけするのでそれもなんかオプションがいっぱいあるとはどうしたらいいこうしたらいいってなるじゃないですかあのだから相手が気持ちよく話せるようにまず反応することだけ頑張るんです反応は何かって言ったら相づを打つことねそれからの表現でのリアクションねだから「ああはいはいはいあそうなんですかすごいですね」こうやってその相づち系のものだけでとにかく相手を気持ちよく乗せていくと。 相手とペースを合わせてトーンを合わせてで相づち系の技法まあ時にはちょっとねあのバックトラックってその言葉を繰り返す相手が使った言葉を繰り返すみたいなこともちょっと入れてもいいけど要はもう相づちとそれから言葉を繰り返すぐらいのところだけでひたすら気持ちよく話をしてもらうっていうことをゴールにしちゃうってことです。相手からしたら気持ちよく話ができましたって話でよかったねってことなんだもん。で 1>, 1個目のゴールが気持ちよく自分がいい状態でいるか2個目がいい関係があるか3つ目が気持ちよく話せてるかねで気持ちよく話せてる状態が作れたらその上でもうちょっと話を深掘りしていくっていうことなんですでここに現場検証っていう概念が入ってくるわけ、ね、で今度のゴールはどれぐらい現場が分かってるかなんです今クライアントが生きているねそのまあ会社の中でのシーンだとかそれから家庭の中でのシーンがどれだけ具体的に周りで何が起きてるかクライアント本人の中には何が起きてるかっていうことが どれだけ具体的に明らかになるかが次のゴールなんです。でそれがある程度明らかになったら今度はクライアントが本当に望んでるものっていうのが何かということがどれだけ具体的に明らかになるかでそれによってクライアントねまあ本当に望んでたらクライアントの様子が変化しますからあ本当にこれはクライアント望んでるんだなっていうことがこう分かるね。でいいですかいい状態でいい関係作ってでねクライアントに気持ちよく話してもらいながら。 ね、クライアントが今現状何が起こってるのかが詳細にしっかりと語られてクライアントが「あそうかこんなことがまるで起きてたんだ自分の内側にはこんなことが起きてたんだ今まで以上にちゃんと現状を理解してそしてその次にクライアントが本当に望んでいるものっていうのが今まで以上に理解されてね段階的にそれが進んでいけばいいわけでもそのためには何でも言える関係があって気持ちよく話せる状態があって、ね、そこから深掘りが始まって やることは何も難しくないその時々のゴールが達成される方に向かって自分が持ってる少しのスキルだけでねだから質問なんかもう少し教えてくださいでいいんででんんすよなんかクライアントについてえ今どうなってるのかもう少し教えてくださいえもう少し教えてくださいあと他にはありますかねもう少し教えてくださいだから実はこのコンセプトだけあってバックトラックして合図中ってで質問はもう少し教えてっていうのと他にはっていうのとねでそこまでのことを振り返るためにここまで言ってみてどうって このコンセプトとこの3つの質問と相槌ねバックトラップっていうねその相手の気持ちよく話すことを促していくっていうスキルを基本にしてでこれだけでコーチがやろうっていうとめちゃくちゃうまくやれるようになるんですこれだけ練習してたら戸惑うこともないしで頭の中に相手でねクライアントのことに気がついてないということもないしねほとんどの人ああどうしよう次どうしようとかと思いながらねあクライアントのこと見てないねでそういう状態になることもないと。 シンプルにやって土台ができたらその上にスキルいっぱい乗っけていくから自由に自在に本当に必要なことがその瞬間使えるようになるとまあ,あのこういう発想でねやってますあの実際に上手になるんであの皆さんもどれだけ上手でも一回シンプルなところに戻ってみるといいかもしれないまた新しい発見あるかもしれませんよ参考まで。